らいかな。寝ちゃった。おはよう。起きたよ。起きてちょっと SNS をいろいろ更新しておりました。最近ルイの SNS の供給が多いんですけど、皆さん気づいてもらえましたか？なんかいろんなところを更新した。 TikTok とかインスタとか Twitter も一応さ載せたいけどさ、見れやん人が多いみたいな話聞いて、ルイはね全然ね何も問題なく使えてるんですけど、みんな見れやんかったりするんかなね。なんかって思って、同じ写真一応インスタにも載せたのでインスタも見てください。あと引用リツイートとかはね、ルイも見れやんくてさ、開けやんから、すごいみんなが多分引用してくれてるのになんて書いてあるかが通知でしかわからんくてモヤモヤする。後からは見れやんかったねー。なんかAPI 制限とかがかかるのはね一時的なものらしいから戻るらしいですけど、いつ治るんやろ、よくわからんね。そう、見れる件数的にルイ課金をしてるので、ツイッターブルーなのであんまり不便はないんやけど、引用がね見れやんのとね、あと自分が見れてもみんなが見てくれやんかったら意味ないからさ、と思っておりました。やっぱ見れやん人も多いんやね。なんか日付変わったらまた一旦見れるとかなんかな、0時っ切り替えではないみたいやけど、1日何件とかの制約があるとかないとからしいね。難しいね。なんかさ、ツイッター類始めたいつやったかな、でもしっかり使うようになったのはアイドルになってから、芸能始めてからやけど、見る側としてはどれぐらいやろう。でも始めるよりも前から大学生とか高校生とかの時も見てはおったから、こんなにずっと使っとったSNS がなんか急にこんなに使いづらくなることあるのって思ってびっくりしました。ほんまねえ。でもミクシーだってアメーバだってあんなに使っとったのに今は使ってないから、そういうこともあるのかもしれんね。ふぅ、でもあんまりそういっぱい見れやんのかなとか思ってさ、できるだけルイ最近インスタグラム結構たまにしか更新してなかったけど、そしたらインスタにいっぱい写真載せてこうかなって思って、今日は今日撮った写真を今日インスタに載せるっていうのを久々にやりました。いつももう3日後とかにインスタ載せとったけど、そうね、なんか SNS が一番みんなに知ってもらえる場所やから、みんなにルイは SNS 離れしてほしくないんですけど、離れやんといてよ SNS から。 SNS するより公園で遊びましょうよ、公園行くより SNS しとってよって思ってるねえ。インスタでもね、そうまとめて見返しやすい、わかる。でもさ、画像保存とかしづらいでしょ、あんまりもう本当に機械に詳しくないから、多分なんやかんやしたら保存できるんやろうけどさ、結構複数枚とか載せたり、あとタグ付けしたりするから保存が難しくない。ふふ、SNS 離れしないでください。皆さんは SNS 中毒でいてください。よろしくお願いします。
とりあえずそう Twitter は変わらず更新するけど、なるだけその Twitter 見れやん人もおるかもという気持ちで、インスタとか TikTok とかなんか別の SNS に同じ内容写真とかも共有できるようにやってみるので、まあどれかを見てくれたら終えるんじゃないかなと思ってます。いつもみんなコメントとかいっぱい来れてありがとう。 TikTok もさ、なんか多分他の人のルイを知らん人のおすすめとかにはまだそんなに出てないと思うんですけど、なんかルイをもともと好きよって言ってくれてる人たちがさ、この毎日投稿始めてから結構もう全部の投稿にいいねしたりコメントしたり、遡っていいねくれるとさ、なんかの通知がこう上に出てくるのね。昔のやつとかまでいいねを押すと、ここ最近のちょっと前のとかまで押すと、それで一気にいいねとかが来て、あ、すごいなんか遡ってくれてるって嬉しくなったりしています。ありがとう。今日いっぱい撮ったので、いっぱい撮った日はルイはだいたい半分ぐらいボツにしたくなるので、果たしていくつ乗るか分かりませんが、一応いっぱい撮ったから今週も毎日投稿できるんじゃないかなって思っておりますので、見てね、よかったら。で、全然あ、これ見てなかったやってまとめてみても後からでも反応もらえるのすごく嬉しいです。そう、多分ね、フォローしとる人のおすすめにはね出てくるんですけど、フォローしてない人にはあんまり今は流れてないかなって思っている、再生数的に。でもだから知ってる人のところに流れてるから、再生数に対してのなんかコメントの数とかがめちゃ多くて嬉しい。パッハルベル、クマ、キューピット、ありがとう。ありがくまナッシュ、キュピトクマちゃん、ありがくま。天才ゴリララブレタ、いっぱいありがとう。みなさん、こんばんび。こんばんび。そう、すごくね、いっぱい載せてます。いっぱい載せてるから、ちょっと飽きるかもしれんけど、見て、それでも。見ておいて。TikTok、インスタ、ウチアーズとかも更新しているので、全部集めたらものすごい数になると思うんですけど、ルイの載せてるやつって、無理のない範囲で追ってくれたら嬉しいなと。思う。ルイがさ、ものすごくさ、いっぱいスマホをさ、触ってるから、いっぱいスマホを触っていっぱい写真を撮っていっぱい載せているから、多分みんなもおおと思うと、すごい全部おったらね、ショールームだけでも毎日30分1時間はかかっちゃうからさ、その絶対全部見てとは言いませんが、いっぱい見てくれるのはすごく嬉しいです。TikTok と Twitter、 インスタもろもろいっぱい載せてます。最近なんか外に出る予定が多いから載せることが多くて嬉しい。そんなにね、なんかね、あれはないんですけど、プライベートで最近何してんのって言われたら本当に何もしてなくて、強いて言うなら今日みおちと一緒にカフェに行ったぐらい。それももうお仕事終わりに行ったから、プライベートって言っても超メンバーとやけど、たまにちょっとお洋服見に行くぐらいかな。好きなね、同じ共通の好きなキャラクターのカフェに行ったんやけど、でも一番
欲しかったグッズだけ売り切れとって、それはちょっとショックでした。うーんって思った。予約していったからさ、予約の時ね全然サーバーつながらんくてね、もう更新中、ただいま混雑していますみたいなページが出ながら一生懸命予約しました。なんかアイドルオタクするようになってからさ、ただいまつながりませんみたいなページを見てもう動揺しやんくなった最近。ここで焦ってはいけないで、冷静になれるようになったので、冷静になって焦ってはいけない。私がつながっていないということはみんなもきっとつながっていないから、ここでやめずに待っていればつながるはずって思っとったらちゃんと予約できました。ここ最近そういうのが多いコラボカフェの予約って本当にさ、結構ね思ってるより難しくて、いつもそれになるのよ、サーバー混雑みたいな。カフェの予約って多分あんまりそのたくさん一気に来ることを想定されてないから、そうそうそう、だいたいねサーバーちょっとパンクしちゃうんですけど、あるあるなんやけど。これ焦りませんよ、ルイは。そう、アクセス集中ね。三重公演の時も出たって言っとってくれて嬉しい。みんなそんな先着でもないのにちゃんと待機してくれていて嬉しい限りです。そう、でもアクセス集中って出ても皆さんも焦って更新連打とかしないようにとりあえずきっと大丈夫と信じて、始まる前にできるだけ重そうなやつシュ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 ってして、電波なるだけいい状態にして待っとったらきっとつながる思っとる。いつもじめまして、こんばんは。なんでみんな三重の時そんなに20時を待ってくれたのか分からんけど嬉しい、ありがとうございます。でもね、多分全然チケット取れはすると思うので大丈夫、余裕です。まだまだいけます、多分多分。三重県のおすすめ、めっちゃポキって言ったすごいすごいさ、手こうやってポキっていうの画面と音が合ってなくて面白かった今三重のねおすすめのねお店とか、お土産とかをまとめていきたいなと思ったけど、何がいいかな。インスタのハイライトとかにしようかなって今ちょっと思っとるんやけど、どうかしら。インスタグラムのこの丸いさプロフィールになんかあるさ、ポンポンポンみたいな、なれどつかれるかと思ったさあ関係ないこと喋るとすぐ忘れる。そうね、なんかね三重のねものをいろいろ載せたいけど、写真がさ、その実際行った時に、最近帰省で行った時にお店行ったから写真があるやつと、ちょっと写真は撮りそびれててないけどよく行ってよく買って食べるよみたいなものととかいろいろあるから、ストーリー投稿のやつも一旦ストーリー載せて、なんかそう写真ないやつはストーリーにだけ載せて、全部とりあえずハイライトに入れていったらみんな見やすいんじゃないかなと思ったし、一気に類もまとめて載せんでもじわじわ載せれるから、たくさん載せれるんじゃないと思って、だから
かハイライトにしてみようかなって思ってます。今のところまとめてみます。そんな感じで、そうツイッターとかにね、ツイッターがその頃に8月入ってもみんなが全然変わらずさ、ツイッター最高になっとったらさ、ツイッターにもなんかこう1枚の画像とかにまとめて載せたいなとは思うんですけど、ちょっとそれがいつみんながねツイッター最高モードになってくれるかどうかわからんから。え、でもレホテルはね詳しくないの全然。それはもうあのなんかあのじゃらんとか見てくださいなんかホテル楽天トラベルとか見てくださいのレビューとか見てもらうのが一番いいと思いますそう地元に泊まらんからわからんかも泊まるとこ以外ならだいたい見えのことわかるんやけど、帰省するからあの行く方法交通手段とかもある程度若干はわかるんやけど、ちょっとホテルだけはねわからんかも。もうお盆で多分ちょっと高いと思うから、あの来てくれる人はなるだけ早めに早め早めにもう今でも今すぐぐらいに探してもらった方がいいかも。泊まるとこ前日のね大阪から来るよって人はそれが何時かわからんからより難しいとこがあると思うけど、三重は結構そう民宿とかそういうのが多いかな。旅館とか伊勢志摩はわりかし観光地なのでそういうとこが多くて、で一応あのあれネカフェとかもあるにはあるけど席数は少ないかなっていうのと、お盆やからお盆ってさ全国どこでも盆なんていうの繁忙期料金になっちゃったりするから、うーんって思う。あ、日帰りでも全然帰れはすると思うけど、まあ多分大変多分それなりには大変なのと、3連休中日やから泊まる人が多いかなとは思った。うん、そうなのよ。結構もうなんかホカンスとかできちゃうような、あのホカンス知ってます？ホテルバカンスの造語らしいんですけど、ルイ知ってから憧れて人生で一回はホカンスしたいって思ってるんやけど、ホカンスできるぐらいの、そのホテルだけで完結するぐらいいろんな娯楽のあるようなホテルとかもあったりするから、そうそうそう、名古屋から日帰り難しい。え、名古屋からなら全然余裕やと思うよ。ライブ自体もねそんなに遅くないから、何時スタートやっけ、15時とか15時ぐらいじゃなかったっけ。そう、全然そのあのその日中にライブ見て特典会も行ってあの帰るとかも余裕のゆっちゃんです。ゆっちゃんやけど関東で東京よりちょっと遠い人とかはちょっと大変かも。東京まで帰るんがさ、どうしてもね三重からやとね名古屋まで1、2時間行ってそっから新幹線に乗ってでそっからさらに電車に乗る人とかは、まあ、泊まれる余裕があるなら泊まっても楽かなとはちょっと思うけど、中日やからでも新幹線そんな困へんかな。新幹線で帰りますって人は逆に前乗りしますで初日に行く人とかの方があれなんちゃうかな。意外とその交通のチケットが結構高いのではって思ったり、三重は飛行機っていう手段が全然ないからさ、そうなかなかね、もう距離がめっちゃ遠いですって人は来るのにめちゃめちゃ時間かかると思うんですけど、お盆は混んだり困んかったりするからなんとも言えやんな。
お正月でさえさ、お正月なんて絶対こもやん、三重県って伊勢神宮あるから思っとったやけど、なんか去年この年末年始の帰省は意外と吸い取ったりとかして、わからんって思った。でもその前の年はもう死ぬほど混んどったって聞いたような気もする。わからん。あ、でも混むんじゃないかなと思いながら、電車ちゃうわ車でいらっしゃる方は長めに時間取っておいてください。よろしくお願いします。そう、予約がもしできるんやったら、そうね、どっかに泊まるんやったらもういっそそういうちょっと都会の方まで出て、漫画喫茶の人は泊まってもいいんじゃないってちょっと思うけど、三重の満喫はあんまりイメージない。あるにはあるよ。でも、どうかなって感じです。水を飲みます。飲みました。ちょっとお腹空いてきたんさ、なるこんな時間に。あれなんやけど、今日は撮影会終わって、でその後にみんなでパンメみんなであの TikTok 撮ったり写真撮ったり大会をしてね、そっからみおちと一緒にその好きなキャラのカフェに行って、でカフェの写真明日とかに載せるね。またでももう予約完売やから行けやんけど、みんなはそう行って、何喋ろうとしたっけ、帰ってきて寝ちゃって、あそうね、そのカフェで食べたキャラモノご飯が最後のご飯やから、ちょっと早かったのよ食べるのが。6時とかに食べたの夜ご飯。なんかそこよね、実家におる。昔とか小学校とかの頃はさ、夜ご飯いつも6時とかやったやけど、うちちょっと早くて割と6時ぐらいには食べとったイメージなんやけど、もう最近夜更かしするようになったからさ、夜更かしというほどの夜更かしじゃないけど、なんか空いちゃうのよね12時をこう回ると。時計こっちかどっちや、みんなから見たらどっち、12時を回るとなんか空いちゃう。寝とっただけやのに。そう、早かったの。しかもそんなにあの満腹食べてないの、キャラご飯やから。なんか飲み物飲みます、あとで。明日はルイはメンバーみんなで収録撮影、毎週おなじみの撮影があるので、何するか聞かない撮影があるので。でもね、朝早くなかったの。いつも結構朝早くから集合するんやけど、今日ちょっと遅くて、今日ちゃうのか、明日、今日、日付的には今日は そうあれがあるから、結構終わりが遅いらしいです。9時とか、もしかしたら押したらもっと長いかもくらいの遅くなる。最近 YouTube 撮影ないの。ないです。やりたいけどね、しばらくないかな。よいしょ、配信早く起きたらもう昼とかにしちゃおうかなって思ってる。夜が遅いからけど、どうかな。バンビの YouTube ね、
こう言ってほしい夜類も、でもまあいろいろあるよね、再生数とかね、いろんな問題でね、あれも無限に好きな時にできるわけじゃないので。そうなんです、撮ってもらうスタッフさんがいたり、企画を考えてもらって準備したり、ちょっといろんな人の協力がないとできないので、もうこれだけ更新がないところでちょっとみんな、しばらくないかもっていうのをうっすら察してくださいね。でも更新したいな、チャンネル消えるわけではないので、なんか動画ちょこちょこ載れたらいいな、載せれたらいいなと思ってるけど、とりあえずね、そう今はそういういろんな難しい事情的にあれですね、 TikTok とかは手軽にできるから、それでみんなでやったりしようとか言ってしてます。いや、 iPhone で撮ったりでもさ、載せれたらさ、そう iPhone カメラでもう自分たちで撮ってとかならもしかしたらできるかもしれんけど、結構ね今までね、そのちゃんとカメラを置いてもらってスタジオを撮ってもらってってしとったから、ちょっと今はどうかなって思っていたりもする。でもあれやけどね、それだけじゃないけど、いろんなタイミングとかもあって、今結構ね多分予定的にも入るところがあんまりないんかな。ルイだって最近うわ今日暇やなっていう日あんましない。これ嬉しいことなんですけど、ルイ的にはルイ暇すぎると病んじゃうから、うんってなるから、今はねなんかね忙しいしんどいとはならへん。でも毎日やることある、明日は何時、すごい程よいです。程よい忙しさの日々なので、ファービーが言うネクストに登録されて一時的にネバーカイプが見られなくなって、そうなんですよ。でもなんかルイも消えちゃったって思ったけど、また後で載せてもらえるらしいね。だからそれまではヤバババンビシーズン2をいっぱい見てください。いっぱい見てほしい。そう、ちょうどいい、ちょうどよく怠けられはしないぐらいに割と忙しい、ルイのちょうどいい多分結構忙しいぐらいがちょうどいいなんですけど、今はちょうどそこです。でもこれからもっと忙しくなるかもしれんから、そしたら超えるかもしれん。今のうちにね効率よくいろいろできるように頑張らな。なったらいいね、忙しくなったらいいね。この間ライブにキングレコードの方見に来てくださってて、メジャーデビューね決定してるから、指導したらもっと忙しくなると思うけどって言われて、頑張りますって言いました。忙しくなってほしい、なってほしいです。
客もね、みんなもう覚えてほしい振り付けやったり曲やったりするから、楽しみにしておいてください。でもルイもまだメジャーデビューの話なのにも知らないそんななんか匂わせとかじゃないよ、もう今週公開されますみたいな、そういう匂わせとかでは全くない。あ、本当ね、まだ何も知らないです。今は大人の人がたくさん動いてくれてます。きっとルイたちはまだ何も知らない本当にあのメジャーデビュー決定しましたの時ぐらい何も知らない。それそこで止まってます、知ってる情報はそう。待ちます。でもあの公式ホームページもね、新しくなったりとか、すごくもう毎日のようにいろいろ更新してもらってるので、運営さんにいろいろ進んでるといいな。インスタグラムもね、公式バンビ公式結構これから活発的に動かしていくみたいなので、ライブのオフショットが載ったりとか、そうムービーが載ったりとか、そういうのもいっぱいしてもらうから、ぜひ公式のインスタグラムもチェックしてください。ホームページも見てください。もうなんかあのスケジュールとかをルイが今まで更新しとったんやけど、徐々にねその公式さんのホームページの方に移籍、何移行しようと思ってるので、そうしてもらえる感じらしいので。ルイちゃん眠そうね、全然眠たくないやけど、ルイさなんでさこんなにさ全然眠くない時も眠そうって言われてしまうやろ。ルイちょっとそれたまにあのこれルイあるあるってちょっと困ってるんですけど、もうずっとこの3年間ぐらいずっと密かに思ってたちょっとした困りなんやけど、悩みというほど大きくはない困りなんやけど、ルイがあの全然嫌とかじゃないよ、でもあのね今思い出したから言わせて。そうあのルイが、まあ、眠そうとか疲れてそうとかを、その瞬間はみんなね優しいからねやっぱ言わんのよ。ハルイちゃん疲れてそうやなとか眠そうやなって思っても、あの明らかにあ眠いって言いながら配信してる時以外はあのまあまあ言わんようにしてくれてて、あそれは全然嬉しいありがたいんやけどね、疲れてないのに疲れてるって言われたらえーって思っちゃうけど、でもなんかその時を過ぎて時を経てから言われることが多くて、ルイちゃんあの時しんどそうやったよねとか眠そうやったよねとか疲れとったでしょうとか言われることがよくあるのよ。今日もあったし、あの本当に1年目の時からよく言われるのね、先月疲れてたよねとか。なんかこれはみんな言われるもんなんかな、それともさあやっぱルイの喋り方がさそう見えるのかななんか毎日見てるから普通に多分本当に心配してくれた上で、そうあの時大変やったねとか言ってくれるんですけど、なんか別にそうじゃないことの方が多くて、別にえ全然疲れてなかったとか、全然眠くなかったけどあの時とか、そうあのいや過去のことが嫌とかそういうのじゃなくて、でもなんかあちゃんとできてなかったかなって不安になるんですよね。ルイちゃんそう眠そうにしてる時すぐ分かるよとか言われる
言われる時もあって、でもその時ルイ別に眠くなかったのにとかあると、じゃあその時言ってくれたら否定できたのにって思うけど、でも眠くないのに毎回毎回さ、眠いの眠いのって言われたら、それはそれでさそれはそれで眠くないよってなるから、難しいって思ってます。なんか誰か一人とかじゃなくて、結構本当にあるあるなの。あのね、もう一人一回とかでも多分あちらこちら出る意はあるから、ただ多く感じてるだけなんかもしれんけど、なんかルイがさ、そんな眠いとか疲れてるじゃないのにそう見えとったらさ、なんかやっぱあんまり良くないことじゃないですか、眠そう疲れてそうって。どうしたら元気はつらつに見えるんやろと思って、今ルイ結構超元気はつらつなのね。もういっぱい寝たし、しって言うなら喉がちょっと痛いんですけど、これはもう昨日ライブ、今日撮影会やったから普通に酷使でちょっと痛いぐらいで、あとはねめっちゃ元気やし、めっちゃ喋りたいモード、お腹すいた以外。へえ、どうなんやろう、どうしたらさそう元気はつらつになれる、オロナミン C 今元気いっぱいを表す言葉がそれしか浮かばんかったそう、でもやっぱ喋り方がさ、眠そう疲れてそうなんかな。まあこれが多分その眠そうやね疲れてそうやねって思われてるその時がルイのノーマルなのよ、おそらく。ないけど、これルイの推理ね、ルイの名探偵推理的にはそこがスタンダードで、でもそれを言ってくれる人はハイテンション時のルイを、ルイの配信か何かを見て、なんか好きなライブの話してるとかアイドルの話してるとかの時を見て、確かにそこと比べたらめっちゃ眠そうとかに見えるから、これを通常やと思ってる説と。ルイのオフモード、もっと暗いですけど、これ結構今明るいちゃん、高梨明るいちゃん、でも疲れてないように見せようとしてる時喋りとかもあるかもしれんから、自分でも分からへんのよね。難しいね。でもなんか本当に元気な時は本当に元気に見られるようにしたいなっていうのをちょっと最近の困りごとの一つとして思ってるやけど、でも疲れてる時はさ、今疲れてる元気に見せようと思って、やっぱちょっと気持ち明るく喋る時もあるのね。今日元気やねって言われて、逆に張り切りすぎてる時とかもあるんやけど、でも普段通常ってさ忘れちゃうのよ、今日も元気に頑張るぞみたいなスイッチを、もう普通に元気やから自分の中では切り替えようみたいな気持ちも忘れて、普通にインルンルンルンって喋っとったら、そうなったりして、そうなんだからね、ほんまに疲れてる時は疲れてるでしょって言われやんかったりするの。はぁ、難しい。本当に疲れてて言われる時ももちろんありますよ、もちろんあるけど、難しいって思う。人の受け取り方って難しいな。でもやっぱさ、ルイ本当にゲームみたいにここにパラメーター欲しい。高梨ルイただいまの状態眠いとか変えといてくれたらさ、眠いですねってわかるけどね。もう
だからそれをあの密かに思っていたの思った。でもあ気にせんといてって言ってくれるみんなも優しい、ありがとう。あのそんなに気にしてないから、今の今まで忘れてたから大丈夫よステータス、そうステータスを表示しといてほしい、ほんまに。今日の本日の書いとこうかな、こことかに。本日のルイ、眠さ星いくつ、元気度星いくつでもやっぱりね、あのみんなそう後でさ伝えてくれるってことはさ、多分心配はしてくれたりしてんのかなとかも思ったりして、なんかいらぬ心配を、このルイのマイペースのせいでいらぬ心配をかけてしまうのはちょっとはぁと思うから、あの本当に本当に心配な時はその時聞いて、でも多分割と元気やと思うって思っといて、欲しい靴、欲しい靴。でも元気ない時はさ、星自分で書くのも嫌やな、元気星一つとか書くのも嫌やから導入はしませんけどねえ、自動で測定して表示してほしい。もうそのうちなんかいつかなりそうじゃない、ルイがひいひいばあちゃんぐらいになったらさ、ちょっとありそうじゃない、もう人のこの健康状態可視化できますみたいな。不可能ではなさそう。星一つで配信始められて困る。確かに星一つならもう今日はやめときなよね確かにごもっともすぎた。星一個だけ書いてこんばんびーとかやっとったら、もうみんなるいちゃん今日はいいよ無理しないでて埋まっちゃう面白い。うまく配信しないね。そんなもうあの本当に禁止やんといてね、あの使えてないのに使えてって言われたムカつくとかではないから安心して。そう、そうなのよ。あのそうもしね、そうなんかルイが疲れてそうに見えたり眠そうに見えたりしても、あのそうじゃない時もあるので、あの本当に心配な時は全然その瞬間言ってくださいって言われたら、ルイは今はすごいなんか落ち着いてマイペースモードでちょっと心配をかけたかも、もうちょっとじゃあなんか元気に生きようとか思えるかもしれんからね。ゴーグルとかでね、でもコンタクトとかで、情報コンタクトとか朝起きて入れたら全員の HP とかがわかる。でもそれもなんか問題になりそうやね、健康状態をさどれぐらいの関係性の人にまでならさ見せていいとか、見せたくない人もおるやん絶対、自分の健康状態なんて把握されたくないって人もおるやろうから、ただ表示するだけやったらこうスマホと連動して紐付けて全員で表示し合うだけとかならもう本当5年もあればできそうな気はするけど、そう健康情報もね、健康状態も個人情報やからさ、そういうのさ難しそうじゃないね。えあんまり嬉しくはないよね、その全員に把握されるってなったら。でも把握されることによってなんか免除とかがあるならちょっとされてもいいかもとは思う、まあ、絶対ちゃんとその基づいた、なんか別に頭痛とかも可視化できたり、なんか気力とか分からんけど、そのメンタルとかまで全部ちゃんとあの数値にできるんやったらさ、なんかすごい本当は見えやんけど体調悪いのに
若くて元気そうに見えるから優先座席座るの、うん、どうしようとかさ、そういうのも、あ、もう今は私数値100分の20なんで座りますよみたいなできるかもしれんしね。でも結局そうなんやね、全部をさ全部数字で表すってできやんから、そうなってくると一部だけ表すと、そこ以外の状態が悪い人はじゃあ優先されたらあかんのとか、なんか病欠できやんのとかなっちゃうから、結局難しいよねみたいな、なんかそういう本当になるかどうかもわからん話を喋るの好きでするねえ、HP 偽装のなんか偽装ウイルスとか流行るかもよ、これを導入すると低く見えます、休めますみたいな、嫌やな、そんな、そこまでデジタルになったら。でこないだね、なんか多分なんやけど、多分ちょっとルイもあんまりそのツイッターのアカウントとかに詳しくないから、おそらくなんですけど、海外のアカウント、海外の人が作った AI の自動返信アカウントとかあるやん、何かを送るとなんかそれに合った返答を返してくれたりとか、画像を送ってくれたりを自動でするようなさアカウント今あったりするやんか、もうそれもすごいなと思うんやけど、なんかそれの一種やと思うんやけど、このアカウントに送ったツイートをに褒めますみたいな、そのツイートを褒めますみたいなアカウントがあって、海外っぽかったの、英語とかばっかりのアカウントで、で海外の人がルイのなんか今日はイベントありがとうございましたみたいな、何か忘れたけど何かのツイートにそういうその AI を介して褒めますよみたいな、なんかそのアカウントのに見て書いてあったのはもう翻訳ポンって押して読んだだけやから合ってるか分からんけど、なんかあなたが誰かを褒めたい時にうまい言葉が思いつかない、そんな時はこのアカウントに頼ってくださいみたいな、そう自動でいい感じに褒めてくれる褒めてくれるアカウントみたいなのがあって、で多分その人は海外の人やったからリプがこうね、日本語で送るの難しいからとかで、そのページをポンってそのアカウントに送って、そのアカウントからリプが来たのよそしたらすっごい語彙力が豊富で、なんかあ、なんとかかんとか、今日はなんとかかんとかしていたんですね、ね、なんかなんとかかんとかで、もう笑顔が素敵なのでなんとかかんとかですみたいな、もう正直本当すっごい考えた文章みたいな、すっごい考えて褒めた文章みたいなのが送られてきてる、最初 AI って分からんくて、普通のリプやと思ってたら、なんかよくよく見たら、あれこれなんか2人分返信ついてて何と思ったら、1人目がその依頼した人で、2つ目はボットみたいなやつで、え、すごいめっちゃびっくりした。そう、本当にだってあれ本当に自動なんかな、いまだにちょっと疑ってるぐらい上手やった。あれや、あの縦のやつやったかな、縦 BLT で縦をしましたみたいなので、もしかしたらルイが騙されてるだけで自動じゃなくて中に人がおってやってるんかもしれんぐらいの感じなんやけどなんか縦を押してきましたって、ポンコツヘナチョコヘナチョコやったけど楽しかったですみたいなのを載せたら、中の人やとしてもすごいけどね、で写真とともにそう載せたら、なんかあ、ルイさん今日は
盾に挑戦したんですね。すごいです、ヘナチョコなんて言ってますが、なんかルイさんのその笑顔が何よりのアクションですよみたいな、なんか忘れたけど、そんな感じのすごいみたいなこう写真と文章からこの褒め方できるならめっちゃすごくないって思ってびっくりした。そう、私はロボットですみたいなの書いてあって、そうなんかわからんけどね、うまいこと言ってたのよそう、うまいこと言っとって、って思った。もうおったとしてもすごいなそんな、なんかねえ、入れてくれるなんか知らない人にそんだけ褒めれるのすごいけどね、もう今はそうよね、なんかさ就活のさ文章とかもさ、そういう AI 的なやつで構成、文章構成してくれたり、こう採点してくれたりみたいなのもちらほら始まってるみたいで、すごーいすごいね、ほんと。でも褒めてくれるはいいよね。なんかちょっと疲れた時とかにルイそこに送ってみようかな、自分のアカウント、それこそいい感じに褒めてくれるかもしれん。逆に虚しいかな、どうやろう、嬉しいか虚しいか絶妙なとこやけど、ルイもなんか写真とか見てもさ可愛いねとかしか浮かばへんけど、なんか AI の力を使ったらそんな色んな褒め言葉が出るんやと思って。でもルイはあの可愛いねが一番嬉しいので、みんなは可愛いねって送ってくださいそんななんかうまいこと言って座布団1枚みたいなのより可愛いねって言われた方が、あの人一人一人に言われた方が今のところはやっぱり嬉しいなって思っちゃうから、可愛いね、ありがとうありがとうありがとうすごいねってびっくりしたっていう話でした。ちょっともうお腹がぐるぐるなって止まらへんのよ、さっきから。今は聞こえたかも、ちっちゃい音でね、ずっとねお腹がね鳴っとってね、喋り続けてるからバレやんかなと思ったけど、そろそろバレそうなので終わろうと思います。一時やしお腹すいた、ちょっと飲み物を、なんかあの味のある飲み物を飲んでお腹を紛らわせます。あとアボカドが半分余ってて早食べなあかんから、アボカドだけ食べようと思います。醤油マヨとかでアボカドだけを食べよう。あ、チーズないっけ、今もしかして切れた気がする。チーズ乗せてチンでもいいな。アボカド大好き、美味しい。前までめっちゃ高かったけど、なんかここ最近ちょっと近所のアボカド安くまた戻ってきてくれて嬉しいです。時期的なやつかな、冬やから高かったんかな。アボカドにはお願いやから120円ぐらいまででおってほしいんやけど、130円ぐらいまででいてほしい。もう願わくば99円以下でいてほしい何もアボカド170円とか見るとって思ってしまういや美味しいんやけどね、170円でも買いたいぐらいには美味しいんやけど、やっぱ100円ぐらいの時のアボカドをさ見ちゃうとさ、ちょっと悔しいよね。アボカド200円近くなると悔しくなっちゃう。いつなんやろ旬ね。だってアボカドって安いやつでも美味しくない？高いの買ったら違うんかな。だいたいさ1スーパーに1アボカドしかないやん。だから味比べたことないんですけど、アボカドも高級なやつとかあるんかな。なんかもう終わるって言いながらはさ全然終わらんけどなんかやっぱフルーツとかって全然違うやん、いいの買うと。たまにお安くても美味しいのあってそれはラッキーって思うけど、
いいの買ったらやっぱさ、それなりに「お甘い」とか言うこと多いけどさ、アボカドってさどうなんやろ、あるんかな、ないんかな。ちょっと考えちゃう。いる、アボカドで外れたことほとんどないな。基本料理に使って食べるからかもしれんけど、うわこのアボカドあかんわってこといかんもない。あるんかな、どうなんやろ。確か野菜、でもトマトは全然違くない？トマトはでもちょっとフルーツっぽいか、野菜の中でも。トマトね、全然違うよね。しかも1スーパーに4トマトぐらいは売ってるやん。ミニとか合わせたらもう結構種類あるやんね。確かにキャベツどっちが高いでしょうとか悪いも分からなそうな気がする。ランキング読みます。終わらんくなっちゃう。13位電気ビリビリ、12位日誌、11位シュー、10位カレー粉、9位サニーハイランド、8位ダックスファンド、7位ミア、6位オルテガ、5位ミストラル、4位ナッシュ、3位キキキ、2位パッハルベル、1位は天才ゴリラ。今日も一日ありがとうございました。ありがとう。お腹空いちゃったので、るいはあのアボカドちょっとおやつに食べて、なんかお茶入れて飲んで紛らわそうと思います。今日も読み聞かせ聞きながら、でもそんなに聞いてくれてるのありがとう。またそのうち載せるね。そしたらお誕生日最後にるいちゃん見えて幸せでした。ありがとう、お誕生日おめでとう。おやすみね。ほんなまた明日。おちょばんびでした。ほんなまたね、バイバーイ、おやすみー。